ヘンプヒルメグ。1996年5月23日生まれ、出身地、京都府。身長167センチ。ヘンプヒルメグさんは日本の陸上競技選手です。父がアメリカ人で、母が日本人。2011年の京都文教中3年時には、全国中学校体育大会の4種競技で優勝。2013年、京都文教高校2年時の全国高校総体7種競技では5143点で優勝。2014年の第98回日本陸上競技選手権大会は、100メートルハードルで13秒47で3位に入賞。同年8月開催の高校総体では、七草競技、100メートルハードル、1600メートルリレーに出場した。7種競技では高校新記録及び日本ジュニア新記録となる5519点で2連覇、100メートルでも13秒72で優勝し2冠達成。1600メートルリレーではアンカーを務め3位に入賞した。2015年の日本ジュニア室内陸上競技大阪大会、女子60メートルハードルにて8秒58のタイムで優勝。2016年の第100回日本陸上選手権大会、7種競技では、日本歴代2位となる5882点で2連覇を達成。2017年7月に、第22回アジア陸上競技選手権大会7種競技にて、5883点で2位に入賞した。その愛くるしいルックスと抜群の運動神経で、日本陸上界のヒロインとなったメグさん。彼女の今後に注目ですね。